から今日は、ブルックリンブリッジを渡ってね、方っていうのも兼ねて紹介できたらなと思います。それでは行きましょう。今ニューヨークは朝の7時15分ですね。ちなみに早朝の地下鉄っていうのも結構危ないって聞かれると思うんですけど、まあ、私の印象からすると、まあ、6時過ぎたら特に怖いっていうか、乗車率も結構高いんでね大丈夫かと思うんですけども、5時台はちょっとどうですかね。私も5時台に乗ったことがないんで何とも言えないんですけども、微妙なところですよね。まあ、6時以降は私大丈夫かなと思います。私6時台乗ったことがあります。地上に出ました。これからねブルックリンブリッジの方に向かいたいと思います。新しいものができてますね。お笑い入口です。ブルックリンブリッジ。
回上げた動画はですね、まさに夕暮れを狙ってきたので、まあ、今回はね朝7時ということで日は昇ってますけど、また朝と夜で見え方も違うんで参考にしていただけたらなと思います。下の表示にある通り電車のルートと歩行ルートが違いますので、一つねそれだけ気をつけてください。結構いい感じでベル鳴らされますから。新しいビルが建ってますね。まあ、ここ数年毎年1年に1回は必ずニューヨーク来れてるんですけども、本当に来るたんびにね新しい建物がオープンしたりお店がオープンしたりということで、本当に凄まじい勢いで変わってきましてですよね。一番最初に来た時、あの一番高いタワー、ワンワールドトレードセンターなんですけども、なかったですからね、私来た時建設中で、本当に骨組みしかなかったものが数年の間で完成して、今ニューヨークで一番高いビルになってますから。時代にこのブルックリンブリッジのこの橋は土台は吊り橋っていうのは衝撃ですよね。もともと車用に作られたわけじゃないのに今車はバンバン走る橋になりましたけど、なんで常に改修工事をされてるって聞きますね。まあ、そりゃそうですよね、下川ですから。おまわりさんも結構います。昔はこのブルックリンブリッジも結構危なかったみたいですね。橋なんで逃げ道がないから両サイドから来てお金を取られるみたいなのがあったみたいですね。まあ、一応ね深夜に来るのはやめておきましょう。橋の中央になるとすごい遠くで見えるかどうかちょっと微妙なんですけども、見えますかね、自由の女神がありますね。
ょうど今半分ぐらいですかね。振り返るとこんな感じで、またいいですね。この今歩いてるこの場所も日中になるとちょこちょこお土産屋さんみたいな、あとジュースとかそういう屋台みたいなのも立ち並びます、まあ、今はねまだ朝が早いんでないですけども、まあ、それを見てねまたここ歩かれるのも楽しいかなと思います。
かがだったでしょうか。今回は、ブルックリンブリッジ最寄り駅からの入り口からね歩いて渡ってみましたけども、まあこう結構観光地スポットなんですけど、駅からの看板等々もなくてね、分かりづらいんで今回動画にさせていただきました。まあ、少しでもね役に立ったって方は高評価チャンネル登録ぜひお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。